新大と根橋のと根川家業部、柏川から新大と根橋は、と根川に架かる、茨城県取手市と千葉県柏市を結ぶ県道森や、流山線の道路橋である。左が1989年、右が2008年。1989年では、上の稲戸井調節地内と下の田中調節地内で、それぞれ一度地上に降りている、特に田中調節地内では、 左右方向の濃度と普通の交差点で交わっていることがわかる。2008年には地上に降りることなく橋で一気に通過するとともに、写真下部の橋からの分岐をスロープで降りて、田中調節地内の左右方向の濃度と接続する構造になっている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成かつて信号と根橋有料道路の 道路橋として仮設供用された橋梁で、無料開放後の現在は、茨城県が管理する。1980年4月17日に、茨城県取手市、大矢戸頭と千葉県柏市弁天下を結ぶ橋として架橋された。当初は2つの調節地部分には架橋されず、利根川主流部分にのみ架橋されたため、台風などの増水時には、 地形に沿って地表面に道路が付設されたこの調節地部分が冠水してしまい、数日にわたって通行止めになることもしばしばあった。そのため車が東隣の大戸根橋に集中し、大戸根橋に向かう車で国道294号と上層ふれあい道路の交通が終日麻痺していた。これを解消するため百九十八年に北側の稲問調節地部分を加強し、 ついで2002年に南側の田中調節地部分を加強し、開通から22年かけて全線において新大戸根橋が完成した。この時点で1980年に柏市伏せから同志弁天下まで加強された伏せ橋と一体となっている。これにより増水しても通行止めになることはなくなった。開通30年となる2010年4月17日に、 料金徴収期限となり、それに先立つ4月1日から4月16日を特別開放期間とし、4月17日に正式に無料開放された。茨城県道、千葉県道47号森や流山線の一部を構成しており、国道6号のバイパスとしても機能している。取側には、 ヨークタウントリて九月三十日に閉店したイオン、取り出店の跡後ケ形図電気、少し離れて、ジョイフルホンダ、声優学士モリアアクロスモールモリアイオンタウンモリアサヒビール、茨城工場、伊藤ハム、トリデ工場などがあり、買い物客の利用が多い。新大隣橋有料道路料金所1980年4月17日から2 0 1年4月17日までの30年間は、 新大都根橋を含む森谷市本町のお市交差点から千葉県柏市根戸の不正入口交差点までの 5.6km が新大都根橋有料道路となっていた。また実質的に有料区間となっていたのは新大都根橋に該当する区間のみでその他の区間のみを通行する場合は無料となっていた。有料道路時代は茨城県道路公社が管理し 料金所は新大都根橋の取手手側で入り口に設けられていた。友人のゲートにて料金を支払う形態で ETC やクレジットカードによる料金収受には対応していなかった。また、深夜帯は無人となり無料で通行することができた。一冊あたりの枚数が多いほど割引率が高い、回数券も発売していた。歩行者及び自転車は 完全無料外以前から併設されている歩道を無料で通行することができた。ただし、死も、術の通り、軽車両等20円との料金設定があることから、かつては歩道にも鳥の巣箱ほど大きさの木製の自転車用料金箱が設置されていたことがあるが、歩道は友人ゲートではないことからほとんど機能しなかった。これには、隣接学区の制度を利用して、 鳥出市や森谷市から、千葉県立柏高等学校、千葉県立柏北高等学校、柏市立柏高等学校、千葉県立柏中央高等学校、千葉県立東葛飾高等学校等へ通学する、高校生が多く通行するが、そうした利用者からの不平不満を考慮した結果、撤廃したものと見る向きもある。また、 近隣商業施設の中には、一定金額以上の買い物をした客へ、サービスとして、無料通行券を渡すサービスを行っていた店舗も、ある。2010年3月31日現在。新大と橋の管理の方法に関する協議の内容、茨城県法、第2172号、P7 から8、AB、有料道路の工事の一部完了、茨城県法、 第998号 P11AB、有料道路の工事の一部完了、茨城県法号外第97号 P1、新大戸根橋有料道路の無料化について、森谷市、2010年2月4日閲覧。イオン取出店、9月に閉店へ、競争激化で、売上高減少、茨城、毎日新聞。 ヨークベニマルトリデドカシラテン回転のお知らせ。株式会社ヨークベニマル https コロンスラッシュスラッシュ yorkbenymaru.com スラッシュイメージスラッシュ2019スラッシュ07スラッシュヨークベニマルトリデドカシラテン回転のお知らせ19年7月マイナス 1PDF2021 年7月14日閲覧 AB 広報開事は第459号有料道路に関する工事。茨城県法、第6397号。P8。有料道路の工事完了。茨城県法、第6821号。P13。道路の共用開始。茨城県法、第6826号。ピアニッシモ。90。有料道路の料金の変更。茨城県法、 第74号、ピアニッシモ、1415、有料道路の料金の変更、茨城県法、第891号、ピアニッシ二2021、有料道路の料金の変更、茨城県法号外第33号、ピアニッシモ、1516、有料道路の工事完了、茨城県法号外第52号、P1。ありがとうございます。